眼科専門医の平松です。今日は白内障手術の助手についてお話ししようと思います。水かけをするときにシリンジで、水をかけていくわけですけども、このシリンジから水をかけるときにあまりにも勢いよくやってしまうと、その先が飛んでしまうことがあるんですね。飛んでしまうと目に刺さってしまうこともあって危険です。ですから最初に使う前にちゃんと押してみても先が飛ばないかどうかをちゃんと確認してください。また手術中に助手側からあっとか大変だとか忘れたとか、なんかそういう言葉がかかると本当に患者さんの耳元で話す感じになっちゃうんですね。ですからあなたとしては大したことやってないのに、例えば水をかけるのをかけ忘れたのに、あ、しまったと言ったら、患者さんにとっては手術で何か大変なことが起きたのかと思ってしまいます。ですからそこを考えていただければと思います。また手術中患者さんに、動かないでください、例えば右を向いてくださいという時があります。患者さんは聞こえないことが多いんですね。なぜかというと顔に布がかかっているので通常より聞こえにくくなります。そういう時に焦って騒ぐのではなくて、ゆっくりと大きい声で、そして低い声で話しかけてあげるようにしてください。わからないのにどんどん話してしまうと、患者さんは聞こうとして逆に頭を動かしてしまうことがあります。聞こえないようでしたら無理に話しかけないようにしてください。